こんにちは。平井宏明です。今回はですね、ラウンドレッスンについてお話しさせていただきます。結構ラウンドレッスンしてくださいっていうお声をいただくんですけども、正直そのラウンドレッスンっていうのは結構限られるというか、やっぱある程度思ったところにショットが打てる方にすごく有効なので、 結構練習されてまあ、スコアで言うとまあ、90代前半とか80代のスコア出る方もちろん70代もそうなんですけどもそういう方が特にメリットがあるレッスンになると思うんですラウンドレッスンって言っても一緒にプロがプレイしたりとかタイでラウンドしなくてレッスンメインでやるとかいろいろ種類はあると思うんですけどもやっぱりいろいろラウンドレッスンの中でもラインまできっちり読んだりとかですねあとは ミッショットしたことに対して指摘してくれたりとかあとはコースマネジメントですよねお詳しく教えてくれたりとかいろいろあると思うんです僕がすごいおすすめしたいのはラウンドレッスンではないんですただプロと回ることなんですプロゴルファーとただゴルフをするだけでゴルフってすごく上達するんですねでそれはなぜかというとただ回るというとレッスン抜きにっていう前提でお話しさせていただきますけども レッスンをしないと例えばレッスン内容を言わないとしますしたらあのプロなんであそこでああいうショットを打ったんだろうという疑問が生まれてくると思うんですねそうするとそれを自分なりにあの考えると思うんですよなんであのプロ あそこでああいうう球打ったんだろうとでそこで初めてお客様の方がそのプロに対して質問をしていただくとプロが「いや今のはこういう状況でこういうこうだったからこういうショットを打ちましたよ」というふうに説明をしていただけると思うんですけどもラウンドレッスンするよりもそういうところをレッスンというか勉強をした方がすごくゴルフって上達すると思うんです。 でやっぱりラウンドレッスンよりもそういう方をお勧すすめするというのはラウンドレッスンっていざそれ一人になった時になかなかあれどうだったっけなとかあれこういう時どうやって打つんだっけとかってなっちゃうと思うんですよでも自分で考えて生み出した答えっていうのは意外と忘れなかったりするんですよで自分で考えて自分でショットを打ってみると体が覚えてたりとかするので そうやってプロのマネジメントの真似をしたりとあとはショットの真似をしたり形の真似ではなくて打つ方向だったりその真似をしていただくとすごく自分のゴルフにも上達すると思います。うん で、ちょっと自分のお知り合いにですね、こういった企画をやってます。取れてますかね。EP ゴルフっていうところなんですけども、トーナメント優勝のプロゴルファーと一緒にラウンドができる予約サイトです。お一人様からでも参加できますという、で出張ラウンドも受け付けてますというのがあるんですけども、これめちゃくちゃ良くないですかこれ。 数々のトーナメントで優勝しているプロゴルファーの方とラウンドができるっていうこんな夢の企画ないと思うんですよ。勉強し放題というか本当になんかちょっと飲み放題チックに言ってますけど こんな企画ないと思うんですよ。多分お金を出して回れるんであれば、お金出して回りたいですっていう方多いと思うんですよ。でもその機会がないんですよね。もちろんプロゴルファーの方のお客さんもそうですし、お仕事で忙しかったりもするので、意外と時間、予定が合わなかったりとか、あとはそのつてがなかったりとかってあると思うんですけども、この企画というのは予約をしていただいて、どなたかのプロが空いていれば、 そのプロとご一緒できるというこんないい企画はないと思うんです僕もちょっと行きたいなっていうぐらいいいなと思うんです本当に高橋達彦プロ宮瀬博文プロ横尾要プロ丸山大輔プロ増田信弘プロ塚田義信プロ小林正則プロ井上誠プロ,誠プロ市原達彦プロもう有名中の有名ですよね。 こういうプロとあのラウンドができるっていうのは本当にさっきも言いましたけども勉強し放題なんです本当にショットを見れるっていうことがまず大事ですしあとは全てののショットの音を聞いいいた方がいいです、ね、このクラブのショットはこういう音が鳴るんだっていうのが改めて分かるもしくは新たに分かるっていうことが多いと思います。 前ゴルフのスイングの結論っていう動画で高橋達彦プロのアイアンショットがやばいというめちゃくちゃいい音が鳴るっていうお話させていただいたんですけども本当にプロの ショットの音っていうのがちょっと違うんですよ、やっぱり。ゴルフが上手いアマチュアの方でも、もちろんいい音なる方いる,いるんですけども、その中でもやっぱり、もちろんプロゴルファーっていうのは、ずば抜けて音がいいです。そのクラブが風を切る音とインパクト音のマッチングっていうんですかね、よくわかりません。わかんないですけど、その音がめちゃくちゃいい音が鳴るんですよ。特にカンコースなんかチョイスしていただいていくと、音が響くんですね。そうすると、もうめちゃくちゃいい音が鳴ります。 もちろん林の方行って木にコーンと当たっただけでもめちゃくちゃいい音が鳴るので <laughs> 響きますそれぐらいその林間コースっていい音が鳴るプラスプロが打った音っていうのは響きますのでもうその感動ですよね。なんでこのこういう企画がありますホームページに詳しい内容載ってますので是非気になる方は見ていただければと思います。あででで登録にに詳ししく載せていいいたただきままいいますすすののお願裏面もり 話戻しますとそのラウンドレッスンももちろん大切なんですがそれよりもやっぱりプロと一緒にこうラウンドするだけでも全然違いますので。 あと、ラウンドレッスンって言うと、意外とそんなところまで言えないことでも、普通にラウンドすると、え、こんなことまで言ってくれたのっていう、レッスン外のことだったりも、お話、もしかしたらしてくれるかもしれません。そういうお話ってすごい楽しいお話多いので、ぜひラウンド中にプロと仲良くなってですね、いろいろお話をしていただければと思います。では、今回そのラウンドレッスンについてお話しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。